はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回はこの1の、霧の、図について、解説してみたいと思います。はい、この変化はね、結構有段者の方でも結構知らない方が、いると思いますんでね、やってみたいと思います。はい、この形は、このね、二間高挟みから三々に入ってきた形からこうやってね、まあここで伸びるとか、まあこう跳ねるとかあるんですけど、今回は切った形をね、解説したいと思います。はい、これで、一番良くない、黒のね、図はこのように当たりにつないでしまって、このように、はい、こうなってしまうと最悪なんですね。これはまだ2目取ってもまだ眼じゃないですし、裂かれてしまったので、はい、この図はね、何としても避けたいとこですよね。はい。で、大体当ててきますから、その時にこうやるのがね、いい手です。はい。で、ここで白も抜いてしまうのはこう渡られてしまって、これは白がね、お荷物を作っただけの石になってしまいますんで、これは白失敗なんですね。はい。ですから、6に対して白もこのように下がります。はい。で、それからつないで、はい、ここで渡ってしまうのは、こうやってね、シチョウで取られてしまっては、白何も打ってませんので、白もこのようにぶつかります。で、ここでまた黒も取ってしまうと、こうやって突き抜かられて、しまいまして、やっぱりこの形はね、裂かれた形は悪いですから、黒もこのように引くことになります。はい、それから白は渡りますね。はい。で、まあ、放り込み打っといて、このように打って、で、こうやって、こういう形になりますね。はい。ここは後からね、ちょっと、例えば、こういうのがね、楽しみなところでして、こう、取ってしまうと、このように、こういう形から、あたりから、こうやってね、取られる手がありますんで、ここにね、継がせることができると、このようにね、打つことができますんで、はい、まあ難しいところなんですね。だから白15では、こちらに継ぐ形もどっちがいいかね。これだとこういうような感じになりますかね。はい。こんな感じで競っていくっていうのが、この4と切りからの一連の、手順ですので、はい、ぜひね、この形はこういうところまでね、想定しておくというのが、大切ですので、ぜひ覚えておくといいかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。